人間の家畜化できなかった動物、ディンゴ。ディンゴはオーストラリアに住む犬のような動物です。こんなにそっくりでも犬とは見なされていなくて、従って家畜ではなく、それどころかオーストラリアの農家からは家畜を襲い、作物を荒らす害獣として扱われています。これまで先住民が約9000年前に食料源として連れてきた家畜犬が野生化したと考えられていましたが、近年ではディンゴは犬とは別の野生種で、一度も家畜化されていないという説が有力とされています。そしてオーストラリアの農場を荒らしているのはディンゴではなく、ただの野良犬や他の動物かもしれないそうです。